様々な種類のアリが存在しますが、住んでいる場所や食性も様々です。その中でも、ある特定の餌を好んで食べ、その餌を主食にしている偏食なアリが存在します。以前紹介したオオハリアリは、シロアリを専門に狩りをしています。クロナガアリは、イネ科の植物の種を主食にしていると考えられています。というわけで今回はそんな、偏食のアリの中でも、特に偏食な珍しいアリを用意しました。それが、こちらです。お!少し変わった見た目をしたアリが動いていますね。幼虫がたくさんいます。こちらのアリはノコギリハリアリの仲間です。長細く少し変わった見た目をしていますね。お、幼虫の世話をしています。舐めてる舐めてる、大事な幼虫を舐めていますね。名前の通り口がノコギリのようになっています。クワガタのような頭をしていますね。また、蜂のように、お尻に毒針があります。見るからに、戦闘能力の高そうなアリですね。実はこちらのアリ、ムカデを主食にしていると考えられています。ムカデといえば、毒を持った、凶暴な捕食者のイメージがありますよね。そんなムカデを、好んで食べていると考えられています。すごいですね。というわけで今回は、こちらの、ムカデが大好物なノコギリハリアリに実際にムカデを与えます。与えるムカデはこちらです。こちらはジムカデです。とんでもなく長い体をしていますね。土の中でトビムシなどの昆虫を食べているムカデです。こちらのムカデが大好物です。それでは早速与えましょう。餌を投入しました。アリは気づくでしょうか?ムカデは餌場の中で動き回っています。お!なんと巣の中に入りました。うわうわうわ。アリたちが全員で襲いかかっています。すべてのアリが一斉に襲いかかりましたね。襲ってる襲ってる。幼虫のいる巣に入ったムカデはアリたちに襲われています。そして一瞬にして動きが止まりました。毒針が刺さって毒が回りましたね。毒針を刺しています。刺していますね。お!なんとこちらではアリたちが喧嘩をしています。誤って噛みついてしまったのか、寝技のように固まっていますね。ムカデの前で絡まり合っています。喧嘩は収まりません。お互い毒針を刺し合っています。水槽を用意します。ガラスの水槽ですね。実はオオハリアリは、ツルツルしたガラスの壁を登ることができません。たとえ蓋を開けても、脱走することはできないというわけです。安心ですね。そして次は、レイアウトです。テラリウム用の土を用意しました。この土を土台にします。そしてこちらが、アリが隠れるための流木です。水槽に入る小さなものを用意しました。オオハリアリは湿度の高い環境に巣を作ります。湿度の高い環境でも生育できる植物を用意しました。それがこちらです。苔です。湿度の高い環境に適しています。それでは早速作りましょう。まずはこちらの水槽に土台となる土を入れます。ほら。
こちらの土も入れましょう。土をならします。土を入れ終わりました。横から見ると少しだけ後ろの方が厚くなり坂になっていますね。そしてこちらに木を置きます。木がいい感じに設置できました。このように洞窟のようになっているので巣を作れます。水をかけて固めましょう。湿った環境にするので多めにかけます。土台の完成です。次は苔を植えます。お、それっぽくなってきましたね。かなり生えてきましたね。出来上がってきましたね。というわけで完成しました。綺麗にできましたね。中心に置いた曲がった木で洞窟を作りました。その周りには緑色の苔が大量に生えており、後ろには赤いフィットニアが立ち上がっています。一番後ろにはシダ植物が生い茂っていますね。ジャングルにある洞窟のようです。それではこちらにアリを移動させましょう。卵も幼虫も引っ越し完了です。お、ジャングルを探索していますね。探索してる、歩き回っています。いきなり落とされたので、まだ新しい環境に慣れていないようです。お！卵を持ったアリが移動しましたね。このジャングルの中で新しい巣を探そうとしています。面白いですね。もちろん壁を登ることはできないので、脱走はできません。この小さなジャングルの中に閉じ込められます。何匹かのアリが洞窟に入っていますね。この洞窟を巣にして欲しかったので計画通りです。後ろの苔が密集した部分にも大量にアリが集まっていますね。早速通り道を作っていますね。植物に水を与えます。